強制収容所、強制収容所、強制収容所とは、戦争時における国内の敵性外国人や、反政府主義者など、その時の政府が敵対視するものなどを、治安の維持のため強制的に収容するための説の、ことである。また、軍事国家の傾向が強い国家において、言論を弾圧した結果として、政治犯が収容される、刑務所、対テロ戦争において、 逮捕した容疑者を収監する施設、ブラックサイトが収容所と呼ばれることもある。現在あるもので有名なものとしては、グアンタナム基地、キューバ内刑務所、中華人民共和国の新疆ウイグル再教育キャンプ、北朝鮮の強制収容所など。1899年から1902年までにかけての第二次防和戦争時に、イギリスはアフリカーナーの女性と子供を、 現在の南アフリカ共和国に作られた収容所に強制収容し、近代世界初の強制収容所が完成した。第二次防ア戦争におけるアフリカーナーの死者3万4000人のうち、女性と子供の多くは強制収容所の中で死亡した。また、南アフリカ連邦1961年より、南アフリカ共和国成立後も人種差別政策。 アパルトヘイトに反対した人権活動家が政治犯として収容されることがあった。一例として、ネルソン・マンデラは1964年から1990年にかけて国家反逆罪によりロベン等の強制収容所に収容されていた。アメリカ合衆国では、インディアンたちが当局によって強制収容所に送り込まれた。強制移住も行われ、 インディアンが送られた先は、インディアン保護区と呼ばれたが、インディアンにとっては強制収容所そのものだった。オーストラリアでは、白人との根結も含むアボリジニの児童が、親元から引き離され、牢獄のような劣悪な強制収容所に送り込まれた。第二次世界大戦中のアメリカ合衆国、アメリカ合衆国の影響下にあった国々やカナダ、オーストラリアなどのイギリス連邦の国々でも、 日系人の強制収容が行われた数の日本人、日系人が強制収容所に入れられ、戦後アメリカ政府など収容を行った政府が謝罪し、保証の対象になっているほか、日本でもスタルヒンが適正外国人として収容された例、沖縄戦終結直後に県民たちがアメリカ軍によって収容された例がある。アメリカ南方軍のガンタナム基地、キューバ内刑務所、 アフガニスタン中流軍のバグラム空軍基地内刑務所がアムネスティ・インターナショナルによって収容所と判定された。2005年11月には CIA が対テロ戦争で拘束した容疑者を東ヨーロッパのいくつかの国にある旧ソ連時代の政治犯収容所に、また2006年にはテロリストもしくはその関係者と接触した可能のある人物を シリアの秘密収容施設に法的根拠なく習慣、拘束していたことが発覚する。アメリカ合衆国上院軍事委員会の報告書によると、朝鮮戦争時代に中国共産党軍の収容所で受けた拷問を考えにさせていたという。世界史の中で最も組織的に強制収容所を建設、運営した国はソビエト社会主義共和国連邦、ソ連である。 ソ連国内にはラーゲリと呼ばれる強制収容所がロシア革命直後からソ連崩壊直前まで多数存在した1986年ゴルバチョフの指令によって廃止。レーニンが反政府派の収容のために発明し、それをスターリンが大いに利用した。ラーゲリには反革命派とみなされた政治犯や第二次世界大戦時の戦争捕虜、 あるいは敵対的とされた民族、フィンランド人、ポーランド人、ドイツ人、エストニア人、ラトビア人、リトアニア人、ウクライナ人、モルダビア人、ユダヤ人、チュルク系民族など、敵階級、クラーク、資本家、貴族などに属する人々を収容し強制労働に従事させ、ソ連における収容所は1920年代から第二次。 世界大戦を挟んで1940年代まで拡大し続け、1950年代初めに最大規模に達し、ソビエト経済で中心的役割を演じるようになっていた。収容所は全国で少なくとも500カ所近くに存在していた。収容所に収容された人の数は数百万人から数千万人説まであり、全労働力人口の1割以上を占めたとも言われる。 収容所の組織的運用によりソ連は近代において事実上の奴隷性を公的に有する唯一の国家になったラーゲリの記事も参照のこと。スターリン時代の1926年には刑法58条通称反革命罪が制定され、これ以降多くの共産党員、民間人、外国人がこの罪状により強制収容所へ連行された。 過酷な労働により多くの囚人が刑期を終えることなく死亡したとされている。スターリン氏後、後継者のベリアは自由化キャンペーンにより収容所の規模を縮小し、囚人を解放するなどしたため、条件は幾分緩和されたものとなった。第二次世界大戦後は日本人捕虜がソ連各地で収容されたシベリア抑留。第二次大戦中の強制収容所では、 ナチスドイツによる強制収容所、コンセントラーツィオンスローガー、略称、KZ が有名である。この時の主な非収容者は、ユダヤ人や障害者、同性愛者、政治犯であり、最終的には、ホロコースト、ジェノサイドを目的としていたとされる。政治犯対象の強制収容所のみ例外で、ここでは、ガス室ではなく、冷淡地での過酷な強制労働が中心だった。 ドイツ国内、それもオランダ国境に近い東フリースランド地方に設置された。他の収容所はほとんどがドイツ国外にあったため、多くはドイツの敗戦により解放されたが、ドイツ国内のブーヘンバルと強制収容所のみ、囚人らの武装放棄によって解放されている。また、強制収容所内にドイツ収容所売春宿があった。第二次世界大戦後には、 日本人戦犯が、武順戦犯管理所に収容された。チベット亡命政権によると、中華人民共和国では、チベット人が刑務所や労働改造所に収監され、重労働が課されており、収容者の7割が死亡しているとされる。2010年代において、新疆をウイグル自治区では、ウイグル人らが200万人以上が身柄を拘束されており、 自治区内に再教育キャンプが数十カ所も建設されていると報道されている。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国においては、現在も反体制的とされた国民を収容するための強制収容所が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。